どうもなおちんです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は絶対に取ってほしい装備、その2やっていきたいと思います。以前動画で、スターガードのオールフォーワンが入ってる装備を紹介しました。あれは、1周やるごとに1つしか入手できない激レア装備でしたけども、今回も、一周やるごとに一つしか入手できない激レア装備を紹介していきます。場所はここです。エルリア集落の近くですね。エルリア集落から少し南に行ってください。そうすると、山の上に湖がある場所があります。ここのところにね、宝箱あるんですよ。これ。この宝箱の中に超激レア装備が眠ってます。これ。ゲイルピアスですね。能力としては、そう大した装備ではないんだけども、それについてるファクターが素晴らしい。HP 吸収がついてます。アクセサリーに HP 吸収ってつかないんですよ。武器にしかあれつかなくって、これだけが HP 吸収がついてるので、まあ装備によっては、武器に攻撃力 20% をつけて、こっちで HP 吸収をするとか、そういう使い方ができますので、これは絶対に取るようにしてください。HP 吸収がついてるのは、ここでしか入手できません。はい。もう1周に1回ですね。1周やるごとに1回しか取れませんので、必ず取ってください。と、あと、ノエルの最強装備もこの近くにありますので、それもね、忘れずに取るようにしてください。まあ、これ1個しか必要ないんですけども、一応1周に1個取れますので、取るようにしてください。ここですね。ハートオブハートです。はい、ということで今日は絶対に取ってほしい激レア装備その2をやっていきました。スターガードと同じく1周に1回しか入手できないので、取るようにしてください。場所の確認です。エルリア集落の少し南に行ったところに、滝が流れてる山の上の湖みたいなところがあります。その横のところに宝箱がありますので、ここですね。必ず取るようにしましょう。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。